写真拡大。オリックス 4-2 阪神オープン戦23日京セラドームオリックスの福田周平内野手が23日オープン戦ラスト1試合で盗塁軍団の仲間入りを誓った。ここまでチームは12球団トップの19盗塁を記録しているが、僕は盗塁できてないので、その中に入って仲間入りしたいと、24日の阪神戦でオープン戦初盗塁に意欲を見せた。この日の同戦では初回の第1打席、9回の第5打席で三塁打を放ち、四球を選ぶなど計4度の出塁で1番打者として大活躍。1試合2本の三塁打に注目が集まったが、四球を取れたことが三塁打より嬉しい。四球は調子のバロメーターなのでと、1番としての自覚を口にしていた。橋本健吾。健吾橋本。